こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon のアカウント削除になる危険な例ですね。レンタルオフィススペースで Amazon にログインすると。これ今非常に危険です。Amazon 輸出はまだやってる人がね、そうは言っても少ないんですけど、国内の Amazon 転売とか、あるいは普通に Amazon で買い物してるという人は、おそらくレンタルオフィススペース使ってる人の全員が全員使ってると思います。で、例えば、ね、セラーアカウントで作って削除された。あるいは、ね、何かの商品を買って、クレームをつけてて、アカウント削除された。あるいはキャンセルが多くて削除された。まあ、そういうキャンセルされた人がログインしている環境で接続してしまうとですね、IP アドレス一緒だと、まあ、これは削除した人がまた作ったんだなというふうに判断されて、アカウント削除されることがあります。そんなわけで、まあ、これね、間違えて削除されて、自分は関係ないと、レンタルオフィススペースで、つなげただけですと言ってもですね、まあ、この方、商売でね、飯の種でやってて、あれやこれやってて、まあね、結構、長い文章をこうね、書いてらして、なんで、ね、何言っても、総合的に判断したとかいうのしか出てこないというようなの書いてあるんですけど、よくよく見てたらね、ログインしてるというか、作業してるのはレンタルオフィスと。その一言で解決ですよね。で、他の人も、次々削除されてると。まあ、なんで Amazon で物を販売するのにレンタルオフィスで、作業したかなという感じですね。まあ、これを参考に、皆さんはレンタルオフィス、ね、で Amazon にログインということは危険ですので、やらないことをお勧めします。日本の場合はね、Wi-Fi とかね、モバイルルーター安いんで、外で接続するときは自分専用の、ルーターで接続することをお勧めします。アカウント削除。ね、身に覚えがない削除で、まあ、おそらく今後増えるんじゃないかなってパターンがこのレンタルオフィススペース。ちなみに IP アドレスだけじゃなくて、住所も危険です。ね、当然ね、もうバンされちゃった、住所と同じ住所だったらね、それ削除されますんで、レンタルオフィスの住所も危険と。ついでに言うと今、レンタルオフィスの住所だと、法人作っても銀行口座も開けられないんで、まあ、レンタルオフィスってものそのものがですね、Amazon 輸出とか、まあ、普通の商売するのには、まあ、ちょっと使いにくいというサービスになってます。もしも、会員の方ですね、法人作って住所どこにしようかなという方がいらっしゃれば、レンタルオフィスはお勧めしません。やめた方がいいです。どんな住所があるか、まあ、聞いて、この辺どうでしょうかという、相談もさせていただきますので、ご相談ください。今日はレンタルオフィスでのログイン、それからレンタルオフィスの住所は危険だというお話でした。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。